ほら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 、これが強しであるべき理由よ。おいおい、スリーランホームランかましちゃっていいっすか、ガチで。ほら行くよ、ほらほら、かえ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 ほら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 、コメントでもらってました。外崎修太、なんでスピ解放しないんですか。そうです、この男が帰ってきた、石岡剛極みです、極みです。二体持ちです今までおった西岡剛二体持ちしたやつ、俺は二体持ちよ。ああ、二体作りました。で、最後なけなしのエナジーで引いたら剛の A ランク出てくれたんで、なんとか極みできました。トーツコチ2枚だけ入れました。はい、で、もう明日明後日で11月でしょ、そのトーツコチでこれ味噌 A にします。はい、ということで、まあ低弾道のまあ、BCB、 まあ称号映えする能力やね。でこの強しはセカンド C じゃなくて、セカンドがメインのショートセカンド B で、サードも一応できると。でも補給がいいしかないっていう、これはもう前の強しと一緒。でもね、前あのロッテ版の強しと違うのは、あの徳能が強い。いや、まあまあまあ向こうも強かったけど、こっちの方がまあまあハイボールヒットあるんで。でも俺高め嫌いなんで、できればローボールが良かった。よっしゃ、ちょっと使いましょうか。で、なんかこの強しはね、 3D モデルビュアーっていうと、あれがちょっと綺麗なんで、ロッテ版よりなんでか知らんけど。ってことはよ、牧原大成の需要がもうなくなったと。どうしようかな。そしたら、で、あと一つ、あのレフト近藤さんから福留さんに変えました。はい、これなんで福留さんに変えたかっていうと、あのね、俺こんちゃんレフトで使いよったんやけど、なんかね、なんか総力 C なのか分からんけどさ、なんかちょっと球際がちょっと弱いなって感じちゃったんですよね。なんかあとちょっとで取れるっていうのが間に合わんかったり、まあ横も右も前は取ってくれとったけど、後ろがねちょっとあれやったんで、ちょ一旦こんちゃん、もう苦渋の決断で一旦コンちゃん外して、ちょっと守備優先で福留さん。これ福留さんね、総力 B のレフト B やけんさ、ちょ一旦ドメ使おうかな。でもやっぱ福留さんで打てんかったら、もう一回コンちゃんに戻すかも。うん、そこはちょっと臨機応変に。まあでも結局そうか、福留さんに代打出すかもしれんのやったら、コンちゃん入れとった方がいいんか、レフトで。でまあワンチャンギータが得の出らんかった時にセンターの代わりにもなるけん、いっか。で坂本勇人に代打出した時は中村のりがショートすればいいけんね、最悪ね。ということでこれでいきましょう。剛、大谷、のり、由伸、ギータ、小笠原、福留、城島、坂本で。多分もう今後剛はもう大会期間中、大会が終わるまでか、あと3日ぐらい2日ぐらい、もうずっと1番でいきます。オーダーかっこよすぎ、かっこいいっしょ。本当は4番城島したいんやけどね、ちょっともうめっちゃ負けとるけんさ、ちょもうそうこうしてられんということで、いきましょうか。まあ今日ね、剛でどんだけ打てるかは正直わからん。うん、低弾道でパワー C やけんさ。でもまあ愛なんで、愛があればなんとかなるでしょうということで。いや、ちょっと福留さんは一回使ってみる。でもやっぱなんか違うなってなったらコンちゃん戻すし。あ、応援歌入れてねえわ。てか強しはスピードスターでいいよね。てかいいこと思いついた。いいこと思いついた。阪神バージョンカチューシャにして、ロッテバージョンスピードスターにしようか。ちょそれでいくわ。それでいこう。ちょうどね、ロッテ時代にいい応援歌をね、2曲もらっとっけんさ。で、使い分けよう。
なんか今日はカチューシャの気分やなっつったら阪神使えばいいし、で今日なんかスピードスターの気分やなってなったらロッテ版使えばいいんで。あとレフト福留さんもどこまで守備の恩恵あるかっていうのもちょっと気になるけんな。ドメ、よし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 。いや今のはでもさすがにコンちゃんでも取れたか。でもやっぱ動きはいいよな。で守備への積極の弊害と、福留さんじゃなかったら抜けてそう。今の変えた甲斐があるんじゃない。あー無理か。まあしょうがない。じゃあ強しロッテにカチューシャ入っとっけ、いや違うスピードスター入っとっけ、こっちカチューシャ。あれ福留さんと強しがぶつかったのってレフトとショート、ライトとセカンド。ライトとセカンドでもいい。俺の福留さんはレフトしおるけんぶつからん、大丈夫。おーおーおー、えらかわいい能力しとるやんけ強し。落ちろ、よーしよ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 し、走っとろうかな。いや田淵さんはやめとこ、阪神の先輩やし。帰ってこい強者な、帰ってくる強者な、帰ってくる強者な、帰ってくる。無理か4700の能力じゃないいやでもあれ特能出てなかったろ。特能出たらもう化けるよ強者は。いや俺ねこの強者ね全出ししたら結構能力出ると思っとるやん、これガチで。よしハイボールヒッターってミパプラス1で、でもさ低めの、あじゃあ高めの球がさ飛ぶんでしょ、それすなわち広角じゃないとね、そういう認識やけど俺。超えろ、オッケー。おいおいおい、ヨーケタイピン出んの、おい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 、ヨーケ出ますの。オッケー、分かった。上等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 。変えるんや。ああ、そういうことね。おー、育てがいいの、田口さんの育てが。おお、美味しいもん、たらふく食べさせたばいな。よーし。もうあと1点ちょうだい、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 あと1点ちょうだい。止まらんの、おい。明日パチンコ打った方がええで、 60% 削くこんな引けるんやったら。これ強しじゃない、これ強しじゃない、これ強しじゃない、これ強しじゃない。決めろ決めろ、まあまあまあいい、よしほらほらほら見たことか、ほら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 、これが強しであるべき理由よ。あれパワー高かったらセンターラインなんやけん。あれパワー高かったらセンターライナーなんで、これ強しで飛ばんっていうのがいい。打球が飛んでないっていうのが功を奏した。一般と29歳ならどっちの方が1000位簡単ですか。なんかね29歳の方が簡単っぽいよ。簡単というかなんかレート低いっぽいよ。
連敗した時どうしてますか。いやもう考えんことよ。負ける時は負けるっちゃけ。でもこのゲームおもろいのがさ、勝てる時勝てるやん。その時をじっくり待つ。焦らんでいい。パパ戦やろ。ミート95へ。これが俺の強し。ミート打ちたってもいいけどね。やめとくわ。超えろ強し。もう必死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 です。必死必死飛ばな。言うなそんなこと。ホームラン打つバッターじゃないけん強しは。そんなのそれぐらいわかるやん、強しがホームランバッターじゃないのは。こういうバッター、ホームランバッターっちゅうのは。強しはいいと軽打で、そもそも強しでホームラン打ちたいなんか思ってないけん。まあでも1本ぐらい打てたら狙ったってもいいけどね。でも失投ホームランにできんかったら多分他の球種全部できんやろ。あー落ちん。あーこっち向いてるわ、こっち向いて笑ってるわ。まあ強しは今週このセレクションでは外れ筆頭候補かもしれん。でもねそれでいいよ。みんなが剛の評価を下げれば下げるほど、みんなが使わんほど俺は燃える。俺変態なんで、みんなが使わん選手使うのが好きなんよ。俺変態なんで。よいしょ。もう1点2点ぐらい欲しいね。強えじゃん。でも抜けちゃうんすよね。人徳人徳ヒットからの強し。おいおい、スリーランホームランかましちゃっていいっすか。ガチでほら行くよ。ガチでおい、ビビってんとちゃうぞおい。ほらほら、全然飛んでねえやろがおい。全然びっくりするぐらい飛んでない。ほらびっくりす、ほらほら3つ3つかい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 。ほら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 、これ高橋由伸守備 A やけん絶対。ほらこれがだけん高橋由伸を守備 A にした弊害値何回も言うよるやんけ俺が。分かったか、高橋由伸の理論値は78、いや9。あれナルトって由伸さんはこれガチやけん、ガチやん。しかし強し球止まんのおい。かわいい打球打ってんじゃねえぞおい。高橋由伸 A、 あれナルトってこれガチやけん。勝負していいなこれ。危ない、ヒヤヒヤしんじゃん。ヒヤヒヤさせてくれるね。あードド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 ド。ピッチャー変えます。よーしよーし、始まるばい。高津の時代が。ほらで福留さんやけん安心と、安心安全のレフト福留。いや高津さんめっちゃ強いね、超高速ね。俺一回対戦しちゃけど、あれもう打てんぞあんなの。内角、左バッター内角2周で攻められて超大ピンチも出ようもんなら。
まあ、キリキリ前はよ、もう。いや、強すぎる、高津さん。マジやばい。